皆さんこんにちは、キリアです。ロストスフィア続きをプレイしていきたいと思います。さあ、ここエルの町らしきところに来ましたが、エルの町ではないみたいですけど、ここを探索していきましょう。ん？家に入れない。ここはもともと入れないんだったかな。うっと、ここカナタの家の前の方ですか。え、父上、この国がロストしていた間、どれほどの苦難を乗り越えてきたのか知る由もないが、これは会った時のセリフ。それを繰り返して、そして消えていった。ここ、彼方の家にも入れない。宿屋にも入れないんだ。で、この先にはあれがありますよね。金。鳴らせる。ただ、その他に何かがあるわけではない。なんだ？これはあれか。シェラたちの。長老、みんな。大間の民の人たち。はい。あれは、帝都の監獄島から逃げた日のこと。お前たちと共に行くと決めた、あの日の言葉だ。最後に聞いたセリフが残っているとか？いや、それならバンはあれじゃないっすよね。ここにも。これ、あれ普通に喋ってる？町長さんには僕の言葉が届いた。ルミナはここにいない。あ、そうか。なのにばあちゃんはルミナの名を言った。なんだ？いや、何が引っかかっているか、まだ俺自身分かっていない。あと言っていないのがここだけですが、ここにも入れないのか。そうなると街を出るか？待て、今なんか、これは、皇帝ネオジウス。皇帝陛下が、クロムと戦った時の、どういうことなんだ？こっちに来ても特に何もない。少し考える時間が欲しい。一度入り口の方に戻らないか？ほう。じゃあ戻ってみますか。さっきはあの皇帝陛下を見逃していたから、何も起こらなかったのかな。そうか、なんだ、何か気づいた？さっき何が引っかかったか、ようやくわかった。俺たちの前に現れた幻は、旅の途中で見た景色だ。そうですね。エルの町の町長以外は、ということは、彼方
カナタ、ルミナ、ロックは違うか。カナタかルミナの記憶にある人たちっていうことになる。そして、幻が作り出した場面に居合わせたのは、そうですね。僕と、ルミナだ。はい。ルミナが見た俺たちにちなんだ過去が再現された。じゃあ、関係ある奴が話しかけて初めて動き出したのはなぜだ？え、なぜなんだ？これは全くの推論だが、ここにいるのが俺たちだと確かめたかったんじゃないか？はあ。本人でなければわからない事象と照合したということか。なるほど。おっと、鐘が鳴った。誰もいない。突如鐘が鳴り出すとは何とも奇怪な。はい、行きましょう。では、この鐘を鳴らしたのが誰なのか。ルミナ。と考えられますけど、ただそこに姿がな、ルミナ。気をつけろ、気配が違う。彼方、希望の子よ。ルミナの中に残されたかすかな記憶を伝えます。え？それが、より良き未来へとつながることを願って。どういうこと？ルミナの中に残された記憶？人の未来を閉ざす悲しい過去が繰り返されました。その度に、私は破壊と創生を繰り返しました。長い長い時間をかけて。これは月？月が喋ってる？魔法を操る者が耐え、争いを好まぬ者が耐え、自然と同化する者が耐え、やがて気候を操る者が耐え、後の新たな人たちもまた耐えた。はい。小原の話と似ている。だとしたら、今僕たちに語りかけているのは月だとでも言うのか。そうですよね。はい。気候を操る者が耐えたというのは我らのことであろう。後の新たな人も耐えたというのはクロムの時代のことを指しているのではないか。はい。いや、クロムの時代に月は停止したはず。起動した月光炉の効果でね。いいえ、あの後もロストは止まっていません。ほう。そしてあの時代の人も耐えました。クロムとは別に月もロストさせていたのか。では、我らはその時代の者たちの末裔ではないということか。そうですよね、その時代のクロムたちの時代の人間が耐えたのなら、今ここにいる人間は人間ではない。少なくとも、あのクロムたちのいた時代に生きていた人たちとはまた別の種族ということになる。新たな時代のために生まれてきた新たな存在なのか？破壊と創生によって。いえ、そのどちらでもありません。これもしかしてやっぱり、ロストで消えることのない存在。かつて地上に残された。あなた方は、人が作りし者たちです。やっぱりクロムたちの時代にあったあの、ウォーグ、じゃないのか。人が作りし者、それってウォーグ、ですよね。支配層だった人間は消滅し、創造物であるウォーグだけが残った。今、世界に残っている人々は全てウォーグということになる。帝国も王国も全ての町や村の人々も、そしてここにいる仲間たちも皆。みんなか？ルミナはどうなんだ？ルミナはある時突然村にふらっと現れてって言ってましたけど、あとディアントとかシェラーも、
防具なのか。ディアントは魔物、魔王ですよね。シェラは王魔の民、王魔の民も防具か。別に防具で不思議ではない。破壊と創生は生み出す者たちだけに作用する。それが月の断りでした。その時までは。しかし、月は、宝石級システムは、すでにクロムに掌握されています。宝石級システム。すでにクロムに掌握されています。掌握されていた、ではなくて、現在も掌握されている？完全掌握されないように切り離しはしましたが、すでに私自体に力はありません。ただ託すだけ。次の世代を、未来を、月の子、彼方へ。そうか、彼方もか。彼方はクロムと同じ存在と言っていましたが、月の子。なぜ僕のことを月の子と呼ぶ？あなたは、消えた。月の子、クロムの息子？とかそんな。そう、宝石級システム。記憶から生まれたディアントや、気候人のオバロはともかく、我らの世界の全員がウォーグなどと、こんなことで心を乱されたりはしない。それより、ルミナの創作に専念しよう。はぁ。現在地は、塔の仮想界と推測。おっと。ほい。ちょっと、整理しましょうか。まず、この世界、このパーティーの中で、ガルドラ、シェラ、バン、ロック、この4人は完全に、この世界の中では人間だと思われていた存在で、実際にはボーグ。これはもう間違いないでしょう。途中でももう、もしかしたら、この世界の人間はボーグなんじゃないかなと、ちょっと思って言ったりしてましたが、もうそれはおそらく間違いない。で、オバロはもうすでに、ロストして、絶滅している気候人。で、ディアントは記憶から生まれた魔物、魔王。で、わからないのがカナタとルミナですよね。ルミナは、カナタとかロックが子供の頃にこの街になぜかポツーンといて、それで保護されて、ここで孤児として育った女の子。で、カナタと会ったら、それまでずーっとぼーっとしていたのが普通に喋る女の子になったらしいですが、カナタは何なんだ？カナタ、月の子。月が生んだ人間。月が作った人間なのか。それとも、クロムはカナタのことを自分と同じだと言っていましたから、そう考えると、カナタは人間ですよね。防具ではなく人間。クロムがいた時代に生きていた普通の人間。で、その人間がなぜここにいるのか、この世界にいるのか。さらに、月の子。月の子。で、月というのは、クロム。クロムが月の力をもうすでに取り込んでいる。で、クロム、イコール月で月の子となると、クロムと、助手の女の人。あの人との間に生まれた子供がカナタ。っていうのは、飛躍しすぎな考えかもしれませんが、ともかくカナタは防具ではなさそう。ですが、どうなるんだ？行ってみましょうか。ここは、いきなりダンジョンに来ましたが、マレの遺跡に似ている。ここより上方向から強いルミナの生体反応。はい。では、ここのダンジョンを進んでいくことにしましょうか。
さあ、ここ何か意味ありげなところに来ましたが、ここら辺は調べられない。ここ行きますか。おっと、また新しい感じのところに出てきましたが、おお、リタールミナ。ルミナ、やっと会えた。ん？うう。え？バン。え、ちょっと待って。みんな、なんか茶色く。ガルドラさんとシェラウバロ、え？仲間に心を許し、無防備な背中を晒してしまう。それがお前の致命的な甘さだ、カナタよ。ロストの終着点へようこそ。ここまでの先導、感謝する。お前たちの役目は終わった。ここから先は私一人でいい。え？何を言ってる？私だけではこの塔の結界を越えられなかったのでな。クロム。ボーグの創造主たる私が彼らを支配したのだよ。そうか。それで今ここでバンとガルドラとシェラが操られていて、で、オバロはもともと気候人でウォークではないから操ることはできない。で、クロムはそのオバロに化けていた。で、他に操られていないのがディアント。ディアントはもう記憶から作られたわけですからボーグではない。で、ロックももともとはボーグでしょうけれども、もうこれは帝国の機械がかなり入っているので、クロムも操れなかったということか。今やこいつらは私の意のままに動く操り人形に過ぎぬ。それにしても、まさかあの女が宝石心を持っていたとはな。宝石心って何？いえ、宝石心を持つこの女はもらってゆく。これでようやく月のすべてが我がものとなるのだ。抵抗しようとしてるのか。おお。クロムメ、創造主ずらして俺を支配したつもりか。精神までは自由にさせない。おお、バン。はい。シャイニング、おお、これで回復する。防具の分際で私の支配から逃れるとはな。取るに足らぬ存在でも長い年月をかければ少しは進化するということか。はい。思い上がり。これは、これ、彼方の記憶の中で見た、あの魔物、パーティー編成、この3人しか今戦えないのか。では、これで行きましょう。ディアントとロック全然宝石も買ってないですが、刹那宝石だけつけておくか。よし、これでみんなの力で戦う。行動可能。ロックたちの技のあれがよくわからない。オーバーロール、これ9990、これ使っちゃいますか。物質変換連成する。1000。いける。一応ウォールかけておこう。ちょっとあれが足んないか。待って。ここは、じゃあフィアントで
ここでブレイブを使って、で、3人にウォール。ここは敵の力を削いでおく。一時的な強化を確認。問題なし。よし。方針が焼き付くまで撃つ。これ近づくとさっきみたいな攻撃が来るのかな。未来を紡ぐ希望の力だ。我が力に耐えられるか。おーし、倒した。はあ、結構時間かかった。敵の攻撃そんなにきつくはなかったんですが、こっちの攻撃が弱かったんで、だいぶ時間かかって、さらにロックの攻撃でお金も使いましたが、この空間に存在できる時間は思うほど長くはなかったようだ。とどめを刺せず残念だよ、カナタ。だが、すべてはまだ私の手中にある。お前たちがいかに抗おうと、滅びの運命は変えられぬ。今度相まみえる時まで、お前の命も、そしてその女の命も預けておく。ガルドラさん、大丈夫だった。しかも自分が防具ってことを実感することになるとはな。そうですね。今思うと、ダーカベナスでゼムロード閣下が襲ってきたのも、クロムに支配されていたからか。ああ、なるほど。閣下のように知らぬ間に支配されると、ワンのように打ち破るのは難しいだろう。はい。何が起きようと、誰であろうと、僕たちはもう仲間なんだ。みんなが戻ってきてくれてよかった。残念だが、戻ったのはみんなではないな。そうですね、オバローが、あれはクロームが化けていたものでしたし、あとルミナはどうなったんだ。はい。そうですよね。まさか。大昔から生きているやつだ。今更簡単にはくたばらねえさ。そうですね。で、ルミナ。みんなの思いを一つに。戻ってくるんだ、ルミナ。僕らはここだ。ここにいるよ。おー、喋った。はい。ルミナは、今の感じ、なんか自分が何者かっていうのを、もう分かっているのか？この塔が守ってくれてたから。ここが私たちの世界じゃないって分かってた。粒子になって、この世界に流されて、頭の中にたくさんの言葉や声がどんどん流れ込んできて、私の中のお月様の記憶とも、いつの間にか離れ離れになって、それで私、すごく悲しくなったんだ。寂しかった。でも、おかげで自分が何者か気づけたのかもしれない。何者なんだ、ルミナは。はい。それは、私の心の奥底に眠る、もう一人の私の声。もう一人のルミナ。それが月として声を発していた。それはお月様の記憶、そして思いそのもの。もう一人の私とは、お月様の中枢である宝石神が顕在した存在。お月様はこの世界を作り維持している宝石級システムそのもの。
クロムはその力を掌握しようとしている。そのほとんどを掌握してクロムが全てを手にしようとしたとき、お月様は自らの中枢を切り離して地上へと逃がしたの。それがルミナか。そういえばルミナはこれまで誰も知らないことをいろいろ知ってた。そうですよね。あれは月が持っていた記憶、知識にアクセスしていたってことか。はい。むしろ問題があるのは俺たちの方だ。そうですね。いつクロムに乗っ取られるかわからない。俺たちは人間じゃなく防具らしいからな。そうですね。はい。ロックはギアロイド、ディアントは記憶から生まれた。だからクロムに操られずに済んだのだろう。しかし防具である私たちはまたクロムに操られて武器を向けてしまうかもしれない。大丈夫かな。クロムが使うのは月の力なら、私も月だもの、抑えることができるよ、きっと。ああ、そうか。それが無理だったとしても、またバンが支配を打ち破ればいいよ。頑張ってくれ、バン。簡単に言いやがる。だが、重い真実を突きつけられて、必要以上に動揺していたのかもな。たとえ防具だろうと、私の生き方は変わらない。はい。遥か昔、激しい戦争のあった気候時代を生きたオバロ。人間の時代を引き継いだバン、ロック、シェラ、ガルドラ。新しい命の多様性を示したディアント。そして月の力を使える僕とルミナ。すべての時代の担い手たちが今ここに集まったことに意味があるって思うんだ。だからみんなで生きなきゃ。僕たちが築いていく未来を。はい。それにしても、俺たちが防具なら、お前とルミナは一体何者なんだよ。そこですよね。月と同じ能力を持っていたり、月からの記憶を語り出したり、俺たちよりよっぽど変だろう。それはそうと疑問がある。事情はどうあれ、私たちはこの奇妙な世界に窮地を救われたわけだが、そもそもこの世界とは一体、さっきクロムはロストの、なんて言ったっけな、ロストの果てとかそんなことを言ってましたよね。つまりこれロストされた後の世界なんじゃないかなと思うんですけど、クロムはこう言っていた。ロストの終着点と、そう、終着点って言ってた。ロストの終着点。まさか俺たちはロストしたのか。そう考えるのが妥当ですが、違うんだ、そうじゃないと思う。ロストは記憶があれば元に戻せる。言い換えれば記憶がない状態がロストってことになる。はい。つまりロストしていたのならみんなグノームのようになってしまうんじゃないかな。そう言われればそうですね。そうなっていないということは、ロストはしていないが、ロストしたものが流れ着く世界にいる。ふむ。だとすれば、我々のいた世界の方はどうなったのだろうか。クロムは時間切れだと言ってどこかへ戻っていった。実体を持つクロムが戻れる先があるとすれば、現実の世界か。私たちの世界はロストしていない。その可能性が高い。クロムがルミナを必要とした理由につながると推察。そうか、クロムの目的は世界をロストさせることですから、で、クロムがルミナを必要としたのは、月の力を手に入れるため。月の力がないとロストさせることができないので、クロムがルミナの力を必要としていたということは世界はまだロストしていない。世界がロストしているんだったらクロムはルミナの力はもう必要ないはずですからね。希望はあるということか。はい。
気層が反応するようになっている。いつの間に？ルミナが合流したから。ほう。なるほど。気候遺跡ラグネスで、一番最初に気層に乗った時か。あそこで気層が反応したのは誰でもよかったということではなかったのかも。あ、そういえばあの時もルミナが何か言ってましたよね、気層に向かって。好きであるルミナだからというのがあったのかもしれない。月光炉が起動した時に気層が復活したのも、月光炉の起動に月の力が反応し、気層が再構築されたのかもしれないな。はあ、なるほど。だがその前に、オバロ大先輩を探してやらなきゃな。そうですね。ルミナと合流した。そしてまた渦が発生している。いやあ、いろんなことが分かってきました。いろんなことが繋がっていく。さあ、まあ喜んでばかりもいられないこともありますが、とりあえずパーティーはこの4人で行きましょうか。さあ、これでこの先へ進んで、オバロー、あれ？オバローってでもこの塔にいるとは限らないのか。この塔にはルミナの生体反応があるということで入ってきたんですが、オバローはそうなるとどこにいるのかわからない。この塔をこのまま先に進んでいくのか、それともこの渦は外に出るための渦なのか、ちょっと入ってみましょうか。あ、やっぱり外に出てきましたね。おっと、そして、あ、じゃあこれオバロー、もしかして。いや、どうなんだこれ。あのグノーム、どこかで感じた気配だと思ったが、はい。ようやくわかったぞ。あれはオバロだ。はぁ。90% 以上の確率であのグノームはオバロである模様。はぁ。で、は、どうする？再生できるのかこの状態、グノームの状態でも。はい。気候時代の頃のオバロはよく夢で見たから知っている。ああ、そういえばそうですね。いい記憶も辛い記憶もとにかくいろいろとね。それで足りるはずだよ。はい。はい。よし、これでやってみましょう。おー、オバロ戻った。おー。そうですね、なんであの姿になっていたのか。皆目見当がつかん。はあ。ふむ。はい。クロムを倒すためにも、この世界から出る方法を探さないとね。きっと何かあるはずだよ。他の場所を見て回ろう。よし。うざい。さあ、これでパーティー全員揃いました。さあ、というところで、今回はここで終わりにしたいと思います。次回はこの世界から脱出する方法、元の世界に戻る方法を探していきましょう。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。